ゆめりんりが教える勝ち玉ウキホー、27世紀でいうと平日春分を迎えます。長い冬が終わり、昼と夜の長さが同じぐらいになります。まさに春真っ盛りですね。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と呼びます。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこでカズタムを知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるのです。またあなたの季節が何なのか分かれば、今何をすべきなのか具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節なのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月のカズタム運気予報をお伝えしていきます。カズタムを知りたい方は概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、そちらにお名前、性別、生年月日を書いてください。私の方で鑑定して、カズタマ、ムツダマ、守護神、風水の霊術の守護術、そして1ヶ月の運気予報をお伝えしていきます。では運気指数からお伝えしていきます。カズタマ、1タマの方の今月3月の運気指数は6です。じっくり考える、そんな月になりそうです。では今月の運気の前に、今年の運気からお伝えしていきます。カズタマ、1タマの方の2022年今年の運気は瞑想の季節です。そして今月3月の運気は研究の季節です。ではカズタマ、1タマの方の研究の季節を詳しくお伝えしていきます。物事に対して白黒はっきりさせなければならない時期になります。判断を見誤ったり、決断を先送りすることで火種を残す結果が生じることも。ただし慎重に仕事に取り組んできた人は、これまでの苦労が報われる時期でもあります。研究の季節では物事の本質を掘り下げて、考え方をじっくり見極めることが重要になります。このように研究の季節では、外へ向かうよりも内に意識を向けて、これから先のことを考え、目標や計画を立てる時です。内面を磨くことを心がけましょう。では予報いきましょう。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく3月5日から4月4日までが3月の運気になります。そして今回ちょっと枠の都合上、土曜日から始まっています。では最も気になるこの3月の研究の季節と重なる11、21、31、この研究の月と研究の日が重なる日は、もう一度計画を見直す時です。いつやるのか、どこでやるのか、誰とやるのか、どのようにやるのか、まさに 5W11 ですね。では研究の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと、目標や計画をしっかり立てると良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、準備不足で目標や計画が立てられず不安になるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、専門分野の知識を学ぶと良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、学ばず準備不足で表現力が乏しくなり、気苦労が多くなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、年長者からの教えや助けをプラスに転換すると良いでしょう。しかし悪い傾向に行くと、年長者の干渉が強くなり、その人たちに依存しやすいので注意しましょう。このように運気予報をチェックして、毎月の傾向を知ることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。人生の季節を知ることで、あなたの望んでいく未来をどのようにして手に入れるのか、努力の仕方や具体的な行動を示すことができます。このカズタマ運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしていただければ幸いです。そしてこのカズタマ運気予報は、人生の季節で分かることのほんの一部です。もっと詳しくあなたの運勢を知りたい方は、このような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく、良い傾向、悪い傾向、起こりうる出来事、そしてその対策、また今どのような季節を迎えているのか、挑戦する時なのか、学ぶ時なのか、など具体的な行動、そして精神面、健康面、金銭面、恋愛など詳しく記されています。気になる方は LINE 公式アカウントへお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。日本のことを知りたいあなたのために、日本の神様開運ブック好評発売中。